はい、おはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字のうんぬんかんぬんをやっていきたいと思います。今日は5年生の常用漢字、昨日に引き続き、建設の説ですね、説明をしていきます。まず中心を見てください。中心を両サイドから越えるということはないですね。はい、で根弁なんですけど、上からギューッと右肩下がりで押さえて、次に向かってピッと跳ねる。でここは長いですね、ふっくら右上がり、長く中央までで収めておいてください。全体的に、右寄りに書きますね。ここだけがすごく長い、あと全部右上がりですね。幅を揃えて配置していきます。で、節に関して大事なことはこの口ですね。口を細長く大きめに書いてください。細長い、下の方ちぼめるんですけど、ちぼめた口を書いてもらうといいですね。口がちっちゃいとこの節は何度書いてもかっこよくならないので、細長い口をちゃんと書いてくださいね。でこの細長い口を書くためにできるだけ上に詰めて書いてもらった方がいいと思います。はい、続いてこの上から1段階下に下がって、この横棒より少し上って感じですね。1段階下がって、ここも大事なことがあるんですけど、ここの幅ですね、ちょっと細かく言いづらいですけど、ここの幅をここの下の股という字の幅より小さくしてくださいね。この中側の幅ですね、こういうふうに大きく書かないようにしてください。はい、いいですかね。まあ、ここがあるので何ともちょっとサイズ感が分かりづらいかも分かんないですけど、ここの内側の幅がこの股という字よりも小さくなるようにデザインしてくださいですかね。でここ一度押さえて、あまりのの字に書かないようにしてください。多少は左に曲がりますけどね。でここ右上がり、もしくはふっくら右上がり、あまり長く書かないように。でここキューッと曲線で丸く書いて、戻る方向にちょっと跳ねますですかね。上じゃないですよ、戻る方向にフックして跳ねてください。でここふっくら右上がりですね。いいですかね。ここの上のこの配置ですね、あまり右側に書かないように左の方に書いてくださいね。右上がりで行って、ここも一度行き過ぎてちょっと同じ道を通るようにすると鋭くなってかっこよくなります。右上がりで行ってギューッとこの辺りまでですかね。こちらの足は短めです。でこちらの足は長めにしてください。3対2ぐらいでしょうか。ギューッキュッと、ここのはみ出してるところの下の部分とまあ大体同じぐらいか、ちょっとこちらの方が高いぐらいですね。はい、それでは書いてみます。上の方からギューピッ、右上がり、右爪で幅を揃えてくださいね。で細長い口をしっかり書いてください。この口が大事ですね。はい、で一度押さえて右上がり、ピッと右上がり、ちょっとあんまりかっこよくないですね。もう一度右上がり、ちょっと押さえて、ちょっと押さえて右上がり、こんな感じですね。ちょっと上のは失敗してますね。下の方がいいですね。はい、真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。